パート4です。田中一平先生が語る中華民国の歴史。孫文が亡くなるのが1925年でしたでしょうか。革命未だならず、そういう言葉を残して亡くなったというふうに聞いております。そそうのですね。後、どう26でしたっけ？ぞ。25年ですね。あ、5年。あ、で、最後はなんか連鎖要求というふうに、なんか半分共産主義みたいなことも言い出してたような、そういう孫文なんですが、先生のご説明によると、別に共産主義に共鳴したというよりは、むしろソ連の力を使いながら、やっぱり南の中国っていうのを認めさせていこう、国際社会にという、そういう孫文のしたたかな計算があったんじゃないか、そんなお話でもありました。もう少しだけ補足をすると、はい。ワシントン会議にソ連も呼ばれてないんですできたばっかりで呼べるわけないですよね。よ。まあ、で、呼ぶ気もないですよね。普通に考えて。ただ、これ今までの近代の中国の歴史見てきたときに、そのロシア、これが中国に、やっぱりそれなりの影響力を持ってたことはもう否定できない事実だし、大体じゃなかったら日露戦争は起こんないわけじゃないですか。このワシントン会議にやっぱソ連を呼ばないっていうのは、まあ、もちろん呼べない、それから呼びたくないっていう気持ちがあるんだけども、いや、これ大きなやっぱ問題なんですよ。結局、ワシントン体制っていうのがおかしくなっていく一つの要因って、やっぱりソ連が、このワシントン体制に、なんだよ、俺弾かれたよって言って、非協力的だったから。で、ここで見えませんか？孫文もワシントン体制から爪弾きにされてるんですよ。で、ソ連もワシントン体制から、まあ、外されてるわけですよね。外された者同士が連携するのは、まあ、ある種の必然なとるいえほばど。必然ですよね。だから日独が結局30年代に、まあ、孤立した者同士手を組もうぜみたいな感じで、連携、まあ、あれが連携と言えるかどうかっていうところもありますけど、それと同じです。いや、今もなんか、弾かれたロシアが、なんか中国あたりとなんかいろいろやってるっていうのも、ちょっとそういう感じってことでしょうまあ、そういうか。感じですよね。だから大体外交ってそういう感じじゃないですか。だから、その観点で見たときに、その孫文が共産主義者であるとかですね。例えば、そういう発想になっちゃう人っていうのは、いや、奥さん金持ちなんだけどなみたいな、そう三姉妹の、なんか二番目なんだけどなみたいなとか、そういうのがですね、まあ見えてればすぐわかると思うんだけどなみたいな、個人的には思います。で、でもこの後すぐですよね、蒋介石によるその北伐が始まるのは。そうです。だからこれはもう孫文が、その北伐っていうことをもともと自分の、まあオリジナルの理念として掲げていて、で、蒋介石がだからそれを形にしたってことなんです。そしてその頃に上海クーデター、この時に今まで話題に出ていなかった中国共産党というのが非常に大きな力を持ち始めていて、そして蒋介石は何はともあれ共産主義者を、潰さなければということで、上海から共産主義者をもう見境なく粛清したというふうに聞いたことがあります。でね、これは、蒋介石が孫文の後を継いだっていう言い方も、ちょっとこれやっぱ注意が必要で、要は、ライバルとなるような人っていうのは、まあ、いるわけですよ。例えば、まあ、一番代表的なあれは汪兆銘ですけど、で、あとは孫文の息子で孫科っていう、まあ、長男とか。で、それが、どっちかっていうと、まあ、左寄りなんですよ。で、共産党を弾圧するっていうのは、その自分のライバルをある種、こう、攻撃している間接的にっていう側面もあるし、その共産党の連中が、例えばその南京とか占領した時に、だからめちゃくちゃいるわけですよ。例えばイギリスとかアメリカとかが経営している工場をぶっ壊してみたりとか、どさくさに紛れて火つけてみたりとか、だからそういうことやって、これ国際問題に発展してるんですよ。だからこれ日本史で教えるのは、その南京でそういう問題が起こった時に、まあその南京にも当然居留民がいるわけじゃないですか、日本人の。で、イギリス人とかアメリカ人の居留民もいて、これ被害を受けてるから、イギリス、アメリカが日本政府に共同で軍隊出さないかみたいなことをこう言ってきたんですよ。で、時の内閣が若槻礼次郎、憲政会内閣なんですけど、若槻礼次郎内閣は外務大臣が重原喜重郎だから、いわゆる軍事不介入。で、これ、軍隊出さなかったんですよ。で、そうすると、重原外交は軟弱外交だと。で、これが実は、若槻礼次郎憲政会内閣が台湾銀行救済の緊急勅令案を出そうとしたときに、まあ、いわゆる伊藤苗字たちを中心とする枢密院が拒否ったっていう、まあ、有名な話につながるんですよ。
ということは、枢密院としても若槻ダメだと思ってたってことでしょうか。そう、その外交面で、やっぱりその軟弱外交だと。台湾銀行にはお金出すくせに、中国で被害に遭ってる日本国民は救わないのか、みたいなね。まあ、うまい言い方ですよね。首相秘書官の首は切るのに、自分の息子の首は切らないのか、みたいなのと同じ論理です。はい。それで、この20年代じゃあ、その中国国内がもうしっちゃかめっちゃかなってる時に困っていたのは、日本だけではなかったってことですね。他の帝国主義国も困ってもいたんですよね。そう。だから、簡単に言えばですね、一個にまとまってくれることが理想なんですよ。簡単に言うと。で、かつ、わがままを言えば、欧米列強の思いは、自分の権益は維持したいなっていう。国有化なんかされたら困るなと思っ嫌てだると。なみたいな。香港とか回収されたら嫌だなみたいな。で、日本の場合は、その鉄道系してるんですよ。山東半島のところで。で、その鉄道とかも、なんか、できれば、権益残したいなみたいなふうに思ってるわけですよね。で、日本は、満州においてはそれを、まあ、有名なね、張作霖を通じてやろうとしたってことですね。で、この中国共産党っていうのは、やはり高校世界史で陳独秀という方々が始めたというふうに習うんですが、これが、1920年の頃でしょうか、大体。そうですね。まあ、その時期ですね。はい。で、日本共産党が1922年の、まあ、結党というふうになってますから、日本共産党も結構早い結党ではあったんですよね、その意味で言うと。まあ、そうですね。これは、結局、コミンテルンの働きかけによるものですね。はい。そしてこの20年代、その共産主義者を一掃するぞって、共産、蒋介石が、立ち上がって、そしてその上海クーデターで、それこそボコボコにし、それでもう大丈夫だろうということで、北伐に行ったというふうに聞きました。てか、正確に言うと、北伐の最中です。あ、そのク北ーデ伐ターのの。最中にそれやってた。はい。ところが、実際にはそのボコボコにされたようでいて、きっちり共産主義者たちは残っていたわけですね。まあ、そうですね。はい。そしてこの後、蒋介石が北の方へやってくると思うのですが、この時、北京仕切ってたのは、つまり20年代の後半、張作霖だったんでしょうか。そうですね。張作霖ですね。だからさっきは満州の卑俗からというふうにおっしゃってましたけど、結構頑張ってこんなところまで出張ってきてたんですいね、や、張そ作うっすよ。なんか、近代の中国における豊臣秀吉。霖。近代中国の豊臣秀吉。ちょっと、それの対比がどうなんだっていう話はありますけど、ちょっ秀吉が怒ってそうなと気も怒っしまちゃうす。かもしれない。はい、ちょっと秀吉に怒られそうな気もしますけど、まあ、けど位置付けとしてはそうですよ、やっぱり。そして、さっき先生がちらっとおっしゃられた帝国陸軍も、というか日本、帝国陸軍だけで日本そのものも、日本の中央も、その張作霖を、交渉相手として、満州、そして北支の、統治をしようとしたというふうに考えててよろしいでしょうか。は半い、島そうで半す島。ね。で、この張作霖の重要なパーソナリティがその反共っていうことなんで、だから、ソ連になびくことはないなっていう。だから、その中で、まあ、要は、こいつだったら力持っても、まあ、ソ連になびくことないから、鉄道とか、関東州とか、安定的に維持できるだろうっていうのが、まあ、日本側の考えですよね。しかも、まあ、豊臣秀吉だったかどうかはともかく、なんか人に好かれたり、人をまとめたり、そして自分の勢力を拡大するという、はい。そういう人間的な力も張作霖にはあるそうとですいね。才うこ覚はあと。りますからね。はい。金儲けもなんとなく上手そうだと。と、そして、で、だったら、蒋介石と張作霖っていうのは適当なところで、手打ちはできなかった、手打ちというか、手を結ぶことはできなかったんでしょうか。でね、これもまあ、有名な話があるんですけど、蒋介石って結局、だから、この北伐の最中もですね、その、ライバルとの政争の中で、こう、一時的に下野したりとかっていうことが結構あったりするんですよ。で、例えばその下野してる時に、日本を訪れて、有馬温泉とか行ったりとかしてるんですよ、実は。神戸の、で、まあ、ちなみにそこで宋美齢ですか？その宋三姉妹の一番下と、まあ結婚することをお母さんに認めてもらうみたいな、お母さんでは、そ、あの、その宋美齢のお母さんですけど、に認めてもらうとかっていう逸話があったりするんですけど、有馬温泉で、あれは、あ、そうですよ。有馬温泉ですよ。で、その時に田中義一とかと実は会ってるんですよ。当時田中義一は内閣総理大臣ですけど、で、なんていうんですかね、こう、
最終的に何かが妥結したわけじゃないんだけど、田中義一は、張作霖が、こう、満州にいる、つまりその、なんだ、山海関とか越えて中国に入ってこないっていうことを条件に、蒋介石も張作霖とかあんまり攻撃してほしくないんだよな、みたいな感じの話はしてるんですよ、実は。ちょうど山東出兵がどうのこうのというその頃ですよね、日そ本うです、史そでうです。習う。その話を調査、あの清蒋介石が来たというふうになんか思ってたんですが、あれは下野していたんですか。そう、ゲアしてて、で、まあ、なんか暇だからってことなんですかあ、ね。知暇だ人としから。て日本に来て、うん。で、まあ、それは別に、なんていうんですか、例えば日本の政界が今、なんか中国の状況に閉じてどういうこと考えてるのかな、みたいなのを、こう、なんとなく探るっていうような意味合いもあるし、まあ、あとはその孫文なんかも何回か日本に来てるわけじゃないですか。だから、まあ、その孫文が宋慶齢と結婚決めたのも日本ですから、だから結局そういう、その、なんていうんですかね、孫文の後継者みたいな。だからその、例えば、要は宋慶齢の妹と結婚するわけですよね。だからそれって結局孫文の遺産を継承しようっていう、まあやっぱり蒋介石の政略的な考え方は、まあなかったとは言えないですよね。だからいやよくその宋、何、美齢とその、蒋介石って恋愛結婚だって言うけど、いやー、それ本当に純粋な恋愛結婚ですかって、まあ、人様の恋愛に口突っ込むあれはないですけど、いや、それは政治的遺産を狙ってた部分っていうのはあったでしょっていう。いや、もちろん恋愛結婚の部分は否定しませんけどねっていう。だから、蒋介石もやっぱ政治家なんですよね。そこは知らなかったです。で、その、なんかこの時の蒋介石の、日本訪問っていうと、なんかその、それこそ山東出兵とかで揉めている、日本と中国の仲を取り持とうとしたのに、田中義一、首相に、体よく断られた、で、がっかりして帰っていったみたいな、そんなふうな描かれ方もするんですが、そういうものではなかったんでしょうか。田中義一っていう人間を誤解してる中国人、日本人って山ほどいるんですけど、中国を侵略する気はないんですよ、彼ら。山東出兵も、なんかもう一遍山東省を取り返してやろうぐらいに思ってる人がいますけど、あれ別に侵略じゃないですからね。多数居留民に被害が出てるから保護のために出兵したという。それはその時、居留民に被害が出てるのは日本だけじゃないんですよね、さっきの話では。そう。だから、アメリカとイギリスなんか出兵してますから。だから別に、なんていうんですか、その、日本だけがね、その、田中義一だけが、その、いたずらに批判される理由は全くないわけで。で、田中義一が支配、批判されるのはさ、その、田中上奏文とかっていうさ、その、田中義一が昭和天皇に出したとされる、その文章みたいなのがあるんですよ。で、その文章が、もうなんか、もう本当にオラオラの文章で、その、中国なんか侵略してやりますぜ、ぐらいのことが書かれてる文章なんですよ。で、ところが、それは、もう、偽の文書であることが、まあ、つまり、偽文書であることがですね、いや、もう、これは歴史学的にも確定してるんですよ。で、ところが、その、田中っていうのは、そういう文書をどうも出したらしいっていうことを、まあ、だから、偽文書って分かってない人たちが、まあ、田中ってやばいやつなのねって、こう、鵜呑みにするわけです。だから田中上層部が偽物だと分かってれば、いろいろ混乱を防げるんだけど、そういうのあったらしいと思っちゃうと、田中って帝国主義者だよねとか、長州閥の軍人はだから怖いよねとかって、こういう感じになるってことでしょうか。そういうことですね。はい。で、では先生、ではこのいよいよ30年代に、入っていくんですが、もうこの時には中国国民党というふうに呼んでいいわけですよね。あ、そうですよ。もちろん、もちろん、もちろん。はい。で、蒋介石も中国国民党のトップというふうに言っていいわけですよね。そうです。もちろんです。はい。ただ、たまに下野してるとかっていう、そういうことですね。そうですね。はい。はい、では、いよいよ、実は滅亡してなかった中国共産党、そしてその国民党と、今度は30年代に非常に、壮絶なバトルが繰り返されていくと思います。その話に移っていきましょう。